かっこいいからモテると思ってるのはね、うん、大間違いですからね。お、うん、大間違い。それはかっこいい方がいいに決まってるよ。だけど、かっこいいからモテるわけじゃない。例えば、お笑い芸人の方が綺麗な女優さんと結婚したりするじゃん。はい。ね、付き合ったり、うん、綺麗な女優さんを振ったり、うんね、俺の大好きな藤原紀香を振ったりするわけよ。ね、いたじゃんね、そういう人も。はい。はい、すごいよね、あれね。うん、だからなんでああいうことが起きるのかというと、実は女性にモテるには2つあればいい。2つ言っちゃった、これ2つ、あ、言っちゃったね。どっちかあればいいんだよ。1つ お金お金分かりやすい。なんか宇宙に行くって言ってた人はね、なんか女優さんと付き合ったじゃんね、はい、あれだよね、はい、1つはお金、もちろん稼ぎ、まあ、稼ぎが自信になるし、あの魅力では自信があるから、うん、で、もう一つか、口、女性にモテるには金と口さえあればいい。やばいね、これね。おーすごい格言がありますね。格言、はい、なんかそれで本出そうって。あ、本出そうか。口車の法則って本ね。ホストクラブってさ、なんであんなわけのわかんないところにさ、お金を女性がこう使うかってさ、それはホストが女性の脳を、はい、感情を振るんだよ。振る、そう、急に持ち上げたり急にグッと落としたりするから、あ、まあ、口八丁手八丁って昔言葉あったけど、はい、口で丸め込んで喜ばせちゃってるからハマる。うーん、お笑い芸人もそうでしょ。そうです、だって笑わせるからさ、はい、だからね、いつも楽しくさせるから脳が快になる。だからお笑い芸人別に二枚じゃなくてもその人と付き合う、はい、うん、モテることが起きちゃう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。では次の動画で会いましょう。ブレインラボ。